さんこんにちは、本日はスライス防止ドリルに、足を閉じて、フェイスのローテーション腕のローテーションを、身につけましょうという練習ドリルをご紹介させていただきます。まずアドレスを取っていただきます。スライスをする方というのはここから腕だけ手元だけ先行してフェイスが開いてしまう方、また体が左右に動いて、ヘッドが遅れてスライスしてしまう方、またいろいろさまざまな原因があるんですけども、今回はヘッドが返らずにフェイスが上を向いてスライスをしてしまう方、この方に向けて練習をしていきたいと思います。アドレスで、通常アドレスを構えていただいて足を閉じていきます。クラブを、ちょっと短く持っていただき、体の面をあまり変えないように、体の周りをこのクラブヘッドが大きく回る意識でスイングを作っていきます。このようにすることでバックスイングでは左腕が上、右下が下、ダウンスイングフォローでは右腕が上、左腕が下という形になっています。このようにすることで手の動きに対してヘッドが大きく動いています。なのでこのまま行くと、もちろんボールは左に回転していきます。このようになってしまわないように気をつけてください。先ほどのように左腕が上、右腕が下、また左腕が下、右腕が上という形を作ります。それでは一度この形で打ってみます。ゆっくりで大丈夫です。もちろんこのように打つと、ボールは左に低いボールで飛んでいきます。この動き、実際スライスする方、スイング中にこの動きが入っていないためにスライスをしてしまっています。なので一度この練習を20球程度、していただいて、通常のアドレスで構えていただき、今の動きを思い出してスイングをしていきます。このようにすることでフェイスのローテーション、腕のアームローテーションというのがですね、身につき、まっすぐボールを打つことができます。一度ぜひ試してみてください。本日のレッスンを以上で終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。いつも動画レッスンをご覧いただきありがとうございます。随時新しい動画レッスンを公開していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。あなたのゴルフを格段に上達させる PGA 竹内プロの5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。ゴルフの全てを解説されたこのプログラムで飛距離アップ、スコアアップ、美しいスイングを手に入れろ。ライバルに一気に差をつけろ。